はい、天心シャーカーです。今日はですね、プロはなぜプロになれたのかという、そういうことですね。あくまでもこれは日本のプロということですね。まあ日本の中でもまあちょっと海外ね、こう進出していってこう強くなったっていうのもいるから、こう日本から出たこうプロですよね。を対象にしてちょっと実際に調べて調査したことなんですよね。どんなことかっていうと、まあ、実際プロのチームにね、まあちょっとお願いしたりとかして、そのプロのところに行って、まあ、理学療法費も連れていてね、こう、体を調べまくったりとかしてたのね。まあ、昔からそんなことやってたんだけど。で、まずね、その時思ったのはね、その、プロの中でも足の遅いのっているのね。なんかね。で、バネのないやつもいるのね。どう考えても、なんていうか、もう運動できねえだろ、みたいなような子はいるんだけど、中にはこう、テニスだけうまいっていうのもいるのよね。なんか変よね、とこういうのがあるのね。で、その、何なのかな、と思ったのね。で、結論ね、やっぱりね、ボール扱いがうまいという子が結局プロになってるよねっていうのは、あくまでも今までの例よ。まあ、今後はどういう風になるかわかんないけど、ボール扱いうまいってどういうことかって、まあ、また簡単だ。もうミスしなくコントロールできるっていうことなのね。で、まあ、コートをね、実際、このコートのね、なんていうかね、こう、コーナーにね、まあ、言ったら、強いジュニアの特徴っていうのは、相手より先に、コーナーにね、なんていうかね、フォーシングショット、チャレンジできるボールをこう、打てるのね。だから、攻めがこう、早いのね、なんかね。それがやっぱ、ある子ってやっぱ、こう、強いのよね。で、なかなかね、頑張ってもね、そこが行かない子ってこういっぱいいるのね。どちらかというともう行かない子が多いのね。ところがね、やっぱり中にはね、何人かね、そんなにね、経験ないのに、コーナーの、テニスのコーナーに、ね、ポン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 ってコントロールできる子っていうのがいるのよ、やっぱりね。で、それは何っていうと、まあ、その7つのコーディネーションの中の、識別能力って言うんだろうな。まあ、識別と、やっぱり距離が合わないとダメだから、定位能力は多分優れてるんだろうねっていうね。だから、特にそこまでのコントロールがいいってなってくると、まあ、間違いなく識別能力だろうなっていうのね。で、これはまあやっぱりちょっとやっぱり先天的なものだねっていうふうに昔からこう言われたの。私はまあそういう学校でそういう授業を受けてたから、で、コーディネーションということは当時なかったんだけど、調整力って言われたんだけど、もう学校の先生にこれはもう生まれ持ったもんだよとか言われて、もう私はもうザクーとかもうなんか刺されたようなイメージで、俺調整力ねえやと思ってね。まあその中のコーチ性、巧みさというやつなんですね。まあ目と手の協調性ってやつですよね。まあそれがまあ優れてる子っていうのがまあミスなくコントロールできて、相手より先になんかこうコーナーにポンポンとこう入れれるから、やっぱりポイント取ってるのね。で、まあ、実際も名前は出せないけど、まあ、結構名前が通ってね、まあ、全国レベルとか、まあ、世界でね、まあ、頑張ってる、まあ、ジュニアとかいるんだけど、その頃の、まあ、実際データを入れてみ、データをこう、ずっと分析してると、勝者のね、やっぱりね、特徴っていうのは、空いてる先に、そのコーナーに、パンパンとこう、入れれるのね。で、その確率がやっぱりこう、高いっていうのが出てるから、かなり、まあ、際どいところって言ったらおかしいけど、こう、狙える能力があって、で、まあ、地方の方の、トップのコーナーが見てると、それが、まあ、あんまりこのコートのね、コーナーに行かないんだよね。で、まあ、どんなこと言われてるかっていうと、コーナー狙うとミスするから、もっと安全圏狙いなさいっていうレベルになっちゃってるのね。で、申し訳ないけど、もう、それじゃ勝てないんだよね。で、かなりのコーナーに、だって、勝てる子っていうか、そういう質の子っていうのは入るんだもん。それが、確率よくポンポンってね。だから、おそらく、なんていうかな、そういう子なんかの特徴でもあるプロなんだけど、これも超有名でみんな、おーってびっくりするかもわかんないけど、まあ、足首周りとかフットワーク系がちょっと弱いんだってね。なんかで、まあ別のあるプロなんかももうなんかナショナルで聞いたんだけど、ジュニアより足遅いんですとかね。で、なんか、なんだろう、なんか三段跳びとか五段跳びとかあるじゃない。もう全然なんかこう、見てると素人みたいなのがいるんだけど、それでもテニスだとこう強いんだよね。だから、フィジカル的な強さというよりも、もう単純に、このボール扱いの強い子らが、まあ今までの日本ではプロになった選手っていうのはもうそういう特徴を持ってたなとこう思うんですね。まあ世界はわかんないですよ。まあでかいからね。やっぱりこうヨーロッパとかああいう強い国がガーッと引き召し合って、やっぱりすごいもう切磋琢磨してるから、もう体もでかいし、なんか、まあ、フィジカルも相当はいるんだろうけどね。この間うちに来てるジュニアがなんかヨーロッパの方行ったんだけど、なんか、なんだ、16歳で190センチありましたとか言うから、もうちょっと違うんだよね、フィジカルがね。
まあ、そういうんではないけど、やっぱりこのフィジカル的な強さというよりも、単純になんか、貧弱で、なんか貧相だけど、ボールタッチが良くて、コントロールいいのが、やっぱりこう、勝ってるというね、なんかそんな傾向が見えたのね。で、結局、じゃあ、プロになったこの話に戻るけど、やっぱりコントロールいいのね、コントロールいいから、こう、思うように相手を動かせるから、やっぱりそういう子らがやっぱりプロになっていったんじゃないのかなという、まあその時の結論だったのね。理学療法をずっとこう調べていてね。で、やっぱりそのプロになった子っていうのも、まあ、浮き沈みはあるにせよ、やっぱりジュニア時代からそれなりのこう、なんていうかポジションでずっとこういてるから、やっぱりある程度、その急にまあ全く勝てない子が、急になんかこう、彗星のごとく現れてっていうのは、おそらくないんだよね。そういうのっていうの聞かないのね。まあ、水星のように現れたとしても、まあ、我々も大体もうね、あの子ずっと父兄で8か4ぐらいでずっといたよね、って言ってね、名前は知られないけど、まあ、ずっとこういう、その地域だ、まあ、一応ビッグネームでは通ってるような子らだから、やっぱりだから、一般的にまあ、全国紙ではあまり名前出てなかったも、やっぱり、それなりの位置でずっとこうやってたのね、やっぱりね。そういう意味では、こう、コントロールが非常に良かったということですよね。じゃあ、コントロールが、じゃあ悪かったら、じゃあプロになれないのっていうことでね、悪かったらもうプロになれないだろうね。解決しないとね、はっきり。ボール入らないんだろうね。もう、実際、それをね、解決した子もいるのね、やっぱりね。で、まあ、スポーツ医学っていうか、それが指導法が、まあ、かなり、進んできてね、で、やっぱりこのボールが入らない子も、入るような、もう指導法ができたのね。そういう意味では、やっぱり先天的に持ってる子と比べたら、やっぱり一歩こう遅れるかもしんないけども、なんて言うんだろう、フィジカル的に強いんだけど、なんかこのボールへの扱いが悪いって子いるのよね。で、もういたの、実際いたのよ。で、で、そういう子ね、が実際に、なんていうかね、ボール扱いができないっていう部分をね、やっぱ解決したらどうなったかと、えげつないボールがポンポンポンと入り出したからね。逆に言えば、うまく、まあ、あるジュニアなんだけど、こう、まあ、1位にて、すごくうまいんだけど、やっぱりね、フィジカルがすごく弱いのね。で、そういう子なんか、今多分1位にいるのかもしんないけど、まあ、1位にいるっていうか、まあ、その当時の話だけどね、その時1位にいたのかもしんないけども、やっぱりこうね、なんていうかね、体が大人に近づくに、近づくに、連れてね、やっぱりフィジカル持ってるやつに、だんだん負けるもんね、それはね。なので、そこはかなりちょっとトレーニングとかそういうのを、やっぱりこう、視野に入れてやったらないと、まあ難しいんじゃないのかなと思うので。まあ言ったら、なんていうのかな、多少貧弱でも、テニスの、なんていうか、扱いがうまい語学がプロになってたわけだから、これからはね、やっぱりこう、もっとフィジカルが強い子が、なんていうのかな、そういう、扱いっていうのをしっかりと習得すれば、かなりレベルって上がってくるんじゃないのかなと思うんですよね。だって実際このなんていうのかな、フィジカルが強くて、でもコントロールがいまいちの子で、もう埋もれてる子いっぱいいるもん、なんかね。で、やっぱりこの、勝てないから、やっぱりこう、なんていうのかな、どんどんこう、そういう子らっていうのがもう着目されなくなっていくのね。で、そこをやっぱり、なんていうかな、指導する側とか、まあ保護者もそうなんだけど、フィジカル的な強い部分がある。でもボールが入らない。で、だったらそれはどうしたらいいのかっていう部分を、やっぱりこう、ここにやっぱり時間かかるんだよね。で、実際の例でもちょっとまだ話戻っちゃうかもわかんないけど、本当になんていうのかな、フィジカル強くて、さっき言ったこのボンボンって入り出した子だけど、3年かかったもんね、3年ね。3年間同じドリルでもう徹底的に棒の位置にこう入り続けて扱うのってやったもんね。3年かかった。でも3年間同じドリルよ。同じドリルをずーっとやり続けて解決して、で、その時もう日本中の全員のつわものを倒したもんね。やっぱりね。で、そういうのも、まあ名前出すとちょっと有名な子だからもう出さないけど、まあ、そういうふうなのがあったから。よく耐えたよなと思うよね。本当にもう最初教えた時は、もう海のものとも山のものとも分かんないで、もう教える時、大変なの、暑かったなと
思ったけど、やっぱりそこをこうずっと、なんていうのかな、もうもともと資質的にはね、球技系じゃなかったのね、もう陸上系だったのね。でも、それやり続けたらね、やっぱり変わるんだとか思ってね。で、じゃあもともとじゃあ球技向きの子がずっと球技もっと努力したらすごくなるじゃんと思うでしょ。意外にならないのね。伸びしろが逆にだと伸びしろないの。だって、コントロール入るものを、入るものをね、もっとコントロール良くするっていうのはもう、もともといいんだから、やっぱりそれは限界があるのね。でも、そのコントロールいくら良くても、ある程度、やっぱりこう、なんていうの、こう、相手のボールに崩されたりとかしていくと、今度、フィジカルが持たないから、そのコントロールが崩されていくっていうことになってくるのね。やっぱり、脚力がないとか、やっぱりこう、体幹が弱いとかっていうのをね。だからそういう部分っていうのがやっぱり逆に言えば、こうちっちゃい時は勝ってたけど、こう大きくなってからやっぱりその辺がこう遅れちゃったことも勝てなくなっていったりとかしてたから、なのでそこをね、うまく乗り切れるかどうかかなと思うのね。やっぱりそういう意味で、なんていうかな、プロになった人たちって見てると、もう体がまあ、本当にもう、まあ、キャシャだった子でプロになったったら、もう清水優太プロなんかでも本当にキャシャだったけど、彼はもう本当に真面目ですごく努力するじゃない？で、よくうちの、なんだか練習というか、試合とかよく来てくれてたんだけど、ジュニア時代にね、もうお父さんお母さん連れてきてくれて、もう、なんか、その、まあ、滋賀県ではもう1位だったけども、関西行くともうボコボコにされてた。その当時はね。ちっちゃいからね。でもやっぱり、不屈のやっぱりこう努力とか、もういい子だもんね、すごくね。やっぱり、うまくその自分の、なんて弱いとこをカバーして、で、特に、武器である敏捷性っていうのをすごく鍛えたから、ああいうこの体、小柄でもね、やっぱりこう、で、すごく、いい選手になったじゃない。だから、すごく、私は応援したいし、こう、見本だと思うので。なので、そんな感じで、うまく自分のね、この、なんか、盲点を、ピンポイントで、やっぱり、こう、きっちり抑えたら、こう、プロになれるのかな。で、その他のプロって、やっぱり、それなりに、やっぱり、フィジカル的な、やっぱり、強さっていうのは、それなりに、やっぱり、ちょっと持ってたのかなと思うので、まあ、まあ、多少、なんていうのかな、フィジカルっていうのは弱さあったとしても、なんか体感あるとか、なんかバネがあるとかっていう、なんかそういうものはね、ちょっと、あるのかなという感じがしますよね。だから単にもう貧相なって言ったらおかしいけども、貧弱ではやっぱり勝てないから。だからまあ日本からプロになった人っていうのは、まあ、まとめるとね、まあ、たまたまっていうか生まれつきコントロールが良かった。それに対してまあ環境がまああってて、でまあフィジカルもそれなりにこうついてきた。だからまあ勝ってるねっていう感じですよね。で、最近まあ日本でね、世界でもどんどんこう活躍していくプロも増えてきたから、まあそれはやっぱりスポーツ医学が進んで、まあフィジカルの部分の強化がだいぶなされてきたから追いついてきたのかなと、こういう感じがするんですよね。おそらくそれ以前のプロって、ナショナルからもの人も聞いたけど、運動能力みんなないよとか言われたからね、本当に。運動能力のなんとかプロぐらいかな、くらいぐらいかなって言われたから、そんなに運動能力ない人が多かったのね。だからおそらくまあ、ちょっと球扱いがこう上手かったっておかしい。まあ失礼かもわかんないけど、そんな感じで、まあすごい努力してきたと思いますよ。それはそれでね。悪い意味で言ってないけど、でもやっぱり、スタートがやっぱり球扱い上手い子たちが結構残ってたんじゃないのかなと思うんですよね。まあそういう7つのコーディネーション、まあ下の概要欄も出しておくと思うけど、そこをやっぱりきっちりね、抑えてやればかなり変わってくるんじゃないのかなと思いますね。まあ時期見てね、またその、調整力とか、まあ定位能力についてのね、ちょっと練習なんかもちょっと入れていきたいなとは思うので、まあ、ご希望の方がいれば、一回でもね、まあ、なんかこう、プライベートかなんかで、そういう子はね、個別で見るのが一番いいかもわかんないから、一回ちょっと、お問い合わせいただいて、まあ、別にプライベート来てもらわなくてもお話しするだけでもね、なんかメールでね、それだけでもなんか一つの、きっかけになるんじゃないのかなとか思うんで、まだ連絡いただければどうかなと思いますね。今日はね、日本にいるね、そのプロがなんでプロになってるのかということについてお話しさせました。ほぼほぼ最初の、ボール扱いがうまかったんじゃないのかなというのが、理学療法士が実際連れて行って体を調べた結果でした、ということです。ね。というわけで皆さん、頑張ってください。